DK 土屋圭一です。今回のカープライム Z ですね、日産の Z、 ここ1、2年の間にニュー Z が出てくるんじゃないかという、そういう噂がひっきりなしに飛んでおります。ということで今回のカープライム、初めはやっぱりアクセル加速ポンプでポンポンポンと 2,3 回煽っといてからじゃないとかからないですね、はいはい、柳田真ですどうぞ。お久しぶりです。久しぶりだね、はい、マーンチの親父がブイブイ言わせた30から51年経って、はい、なんとこういう Z34 ですね、さあ、そして本日のゲストですけれどもね、信用してないわけじゃないんですけども、柳田真ですどうぞ。お久しぶりです。久しぶりだね、はい、ちょっと信用されてないですよ。お前なんか遊び歩いてそうだもん一応家族もいるんで。ああ、そっか。外出ちゃうと家族にも反省しますし。俺なんか2月末からずっと自粛だよ。はい、僕も自粛してます。引きこもりの土屋って言うんだよ。はい、引きこもりの柳田です。今日はこんな感じでですねこの2人でお届けしたいと思います。まあ Z といえばマーのお父さんですよ。そうですね。なんで自分が呼ばれたのかちょっとわからないんですけど、お前んちの親父もうボケてるからやっぱお前じゃないとダメなんだよ。そうですね、ちょっとその辺も世代交代かなっていうところで、まあ一応自分も Z でレースをこれまで多くしてきてるので、経験もありますし、まあどちらかというとこっち側の Z なんですけど。そうだよね、はい。え、マーはこの時代は覚えてる？あの生まれてないと思う。生まれてない、はい、親父がじゃあ遊び歩いてた頃だ。そうですね、はい。もう Z といえば柳田っていう、はい、もう Z イコール柳田の時代ですよ、はい。まあ僕生まれて物心ついた時から家には Z があったんで、まあその Z でずっと育ってきてる環境なので、まあ今も自分も Z を所有して普段から乗ってるんで、まあ、今日は、土屋さんと一緒に Z をこう語っていきたいなっていうふうに思ってます。もうさ、はい、俺の青春時代の車だよこれ。そうなんですね。もうだって高校生の時なんか箱スカとこの Z を部屋にこうポスター貼りまくってたもん、はい。あ、土屋さんもじゃあ Z、 あのそういう憧れみたいなのあったんですか？もうお前んちの親父と高橋国光はもう常に俺の部屋に飾ってあったの。そうだったんですね、はい。なんか土屋さんイコールちょっとやっぱり日産でいうと GTR の方がちょっとイメージ強かったんで、うん、そうだね、はい。だからどっちかっていうとやっぱ俺は高橋国光さんが好きで、はい、で箱スカを好きになったんだけど、やっぱり日産には Z っていうかっこいい車がある、はい、ね。そうですね、 GTR もあるし、そう、日産には Z もあるっていうその2大看板があるんで。まだ、はい、サニー 1200GX5、 失礼しました。 そちらもありますし、いろんな車生まれてない。あ、そうですねということで、はい、まあ、今回はね、Z が日産が近々新しく出るという噂があるので、そこでねやっぱこうこの2台を振り返って、はい、今後の展望につなげていきたいなと思います。さあ、それではまあ、はい、この車の持ち主がなんとカープライム編集部の鈴木のお父さん、はい、行ってみますか。行きましょう。お父さんどうぞ。なんか新婚さんいらっしゃいみたいな鈴木のお父さんということでこれいつから持ってるんですか？これは9年目ですね。9年目、はい。なんでまた9年前にこの車を買おうとしたんですか？それはですね、もともと欲しくてずっと待ってたんですけど、なかなか買えなくて、うん、でたまたまうちの先輩の車検に入ってて、はい、それで見つけて売るときは私に売ってくださいと。あ、したら 2,3 年目で声がかかりまして。これ高かったでしょ9年前でも。いや、それが安かったんです。いくらぐらい？120万。安っ高い、はい。だから今得したら 今、ね、はい、今すごい値段になってますから ね。1969年だよ、この車を。そうですね、はい。でもその当時はおいくつで、その
買いたいっていうのはなかったですか。いや、あの当時っていうかもうあの高校時代から乗ってたんですよ。先輩の車がもう240だったんですよ。いや、それ その先輩柳田ハルトって言わなかったです言わないどうでしょうそういうことはなんとも言えないですけど、まあ、だけどこの車をメンテナンスしてる方がいらっしゃるんで、はいね、はい、ちょっと呼んでみたいと思います。それでは平川さんどうぞ。よろしくお願いします。これ平川さんが面倒見てらっしゃるんですよね。そうですね、はいはい、もう9年間面倒見てる、はい、9年間っていうかその前からずっと見てるので。前のオーナーさん、前のオーナーから、はい、スペック的にとかメカ的になんか苦労してる点とかそういうところはあるんですか。やっぱキャブ車なんでやっぱり暑くなったり寒くなったりすると大変ですよね、やっぱりね、はい、いやだって俺の86だってさ、はい、1984年の車だけど、はい、もうブッシュとか、はい、そういうのがもうすごい。そうですよね。あとゴム類、ゴム類はみんなダメです ね。あとホース類、はい、でも当然そういうのは今の純正部品ではないっていうことですよね。車外でもありますし純正も出るものもあります、ね、あ出るものもあるんですか、はい、ありますあります。日産自動車すごいですね。この前スタビのブッシュとテンションロッドのブッシュはあの、部品頼んだら1週間ぐらいで来ました。このエンジンは何なんですか。これ L、 もともとは L20 のインジェクションなんですけど、はい、あの28に乗せ替えてちょっとポートとか面検とか、はい、でも排気量は28のピストンのままでやってるの で耐久性を求めた感じであの作ったんです。足回りは、足回りはあの、まあ、強化サスとかショックぐらいで、はい、じゃあオリジナルはそんなにはいじってない。そうですね、はい、いじってるとしたらどの辺ですか。やっぱりエンジン自身内部的なものをみんなやっぱりやってあります、ね、ボアップしてるんですか。ボアップはしてない、ピストンノーマルなので。あ、なるほど。リセスカットとか、はい、あとはフルフローティングとか、はい、ポート拡大とか、面検やってカムシャフト加工カム入れたりとか、はい、そういうことをやってあります。どうですか乗ってて感じは。いやとても速くなってます、ええ、だからこういう車にはさ速さって求めないじゃないですか、やっぱ自己満足で、うん、そうなんですけどね、やっぱり速い方がいいかなと。この鈴木の親父俺と一緒だ、変わんない。俺の86もやっぱねあんな古い車だから早くする必要ねえだろうと思うんだけど、やりたくなるんですよ ね。もう当然オリジナルより早くなってるってことですよね。見たいね。そうですね、はい、ちょっとエンジン見たいね。見たいですね、はい、平川さんじゃあちょっとエンジン見せてください。ちょっと今ボンネット開けます。この当時でこのロングノースだもんね。これ出た当時は何ですか、やっぱり。おお、このファンネルがすごいな、これ渦巻いてる、形状がすごいですよねねえ、はい、台風が6個来てるすごいなこのファンネル。これはもうオリジナル。これはあのバイク用の FCR につけてるのから、ね、はい、あの埼玉のアドミクスっていうところが、はい、それで作ってたんですね。すごいな、空気がこう渦巻いて入ってくような、はい、これ鈴木さんどうですか。いやこれも平川さんの提案で。めっちゃかっこいいですねもう好きですからね、あのチューナーさんは。これはエンジンルーム綺麗にしてるな、めっちゃ綺麗だこれ。じゃあニッパチをそのまま乗せて。そうですね、でキャブ入れて。そうです、ね、って感じですよね。キャブの純正だと何が。ソレックス、ソレックス純正はあのこれあれですね、 SU ですね、はい、でもこれはちょっとあのインジェクションの方の後期モデルなので、うん、インジェクションなんですけど。でソレックスにするのがやっぱり流行りっていうか。そうですね、やっぱ旧車はソレックスでしょ。そうですね、はい、そうですね、ソレックスウェーバーですよね。ウェーバーで、はい、でまたなんかそのエンジンの始動の時も、うん、なんかコツとかそういうのもあるんですか。あ、そうですね、かけ始めはやっぱりアクセル加速ポンプでポンポンポンと 2,3 回煽っといてからじゃないとかからないですね、はいはい、かからないかからないもう鈴木さんは一発でかけられる。いや、やっぱり踏んで、あ、そう、アクセルを 2,3 回踏まないと最初の時は煽ってガソリンを買ってから、はい、そうですね。あ、だけどすぐかぶっちゃうじゃないですか。うん、かぶる時もありますね、やっぱり。これ何パイ。44ですね。あ、44かぶるよ。あ、カバ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 って、はい、でもそれやんないと、うまくやんないとかかんなくて、そのままだと全然で、またかかった後もちょっと、うん、ちょっと暗記しとかないとね。そうですよね。はあ。まあ一番はこの S30 の主要部分としてはこのエンジンスワッピングしてるっていうところですよね、はい、
室内はどうなんですか。室内はねオリジナルのままです。あのねタワーウィンドウ付きじゃなくて、ほう、最終なんで。あ、綺麗にしてるな。すごい綺麗ですね。え、他にも全部残ってます。いや綺麗にしてるわ。だからあのオリジナルリングステップとかもちゃんと、あー本当だ、うん、そのままの、うんうんうん、柳田ハルトだよ。はあ、確かにこの当時の面影が。そうですね、うん、当時のままですね。今とはちょっとね違う感じの質感で今の車。まあは分かんねえだろうな。悪魔の Z。 悪魔の Z ですか。うん、まあ、シートは書いてありますけどね。まあそうですね、うん、いやでも綺麗にしてる。室内が綺麗、綺麗ですね、うん、シートはレーシング仕様なんですか、これは。そうですね、そうだね、はい、うん、私これお尻が入らないんですよ。先に行くと大変なんです。こすれちゃって真っ赤になっちゃっていつも斜めになってこうやってグラチューで。はあ、やっぱねオリジナルがいいね。いいですね、うん、オリジナルがいい、かっこいいね。メーターとかもオリジナルですか。そうす、あ、タコメーターだけ。メーターだけは、はい、あ、回転だ、タコメーターだけ。あー、はいはいはい、オートゲージ、オートゲージ、オートメーター、うん、これも普通の人じゃエンジンかけられないですよね。慣れれば。あ、慣れれば。知らないと。そうです。いや今の若い方は多分ね、かからないよね。いや綺麗にしてるな。ちょっと音聞きたいですね、鈴木さん。はい、娘はかけられないの？いや娘。オートマ限定なんで。あ、オートマ限定。まあだけど親父の血引き継いでるからこんな編集部に入ったんだろうね。ちょっとエンジンどうぞ。なあ、やっぱ親父の影響だろうな。こんな親父じゃなかったら娘もまともな会社に入ってただろう。もっと違う。おお。いいですね、そのかかった後も。いいね、はい、音が。いい音、素晴らしい。これをきっと、まあ、皆さんもいろいろなものが蘇ってるような感じがあります、うん、いやいい音だ。すごい、はい、俺が乗ってたさ、はい、スカイラインの 2000GT なんて、はいはい、こういう吹けはしなかった。カポ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 ーみたいな。これはね、ラグがある感じだ。ちょっとちゃんと調整されてる、はい、うん、エンジン止めようか、はい、いやこれはすげえぞ。めっちゃいい音だね。それは土屋さんのとはその仕様自体、そのエンジン自体がやっぱり。俺のは2リッターの L 型を 2.6 リッターにして、はい、ボアアップして、はい、でソレックスの44つけて、はい、そうそうそう、はい、だからこんなに気持ちよく吹けなかったよ俺のは、そうなん。俺の自分でやってたから、はい、メインジェットもエアジェットも、はい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 、こんな綺麗に吹けない。あ、だから都会の車だからちゃんと吹けるんだね。俺はほら長野県だからさ、標高が高いじゃん。標高が高いからさ、空気が薄いからこんな綺麗に吹けないわけよ。でも綺麗な空気が入ってそう。綺麗な空気なんだけど薄いんだよ。やっぱこういうさ海抜ゼロのところだと綺麗に吹けるね。ね、あね、富士行くとね、カボ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 みたいな。はあ、これ1週間に1回ぐらい乗ってんですか。いや、そんなには乗らないの。本当コロナがあってミーティングとかもなくなっちゃう。そうですね。ああ、そっか。いつも参加させてもらってるんですけど、ね、うん、5月の富士のレースの翌日に富士スピードウェイで Z ミーティングっていうのがあって、うんね、もうどの Z も来るんですよ、うん、歴代の Z が、うん、でもういろんなね、何台ぐらい集まります。いつも800個の50周年が一番仙台、はい、仙台 Z が来るんですよ。はあ、はい、そういうイベントも今年はなくて。そうですね、はい、残念ですよね。残念でしたね。うん、はい、これ壊れたことないんですか、9年間。
壊れたことないですね。はい、ただ調子が悪くなったりとかやっぱり。キャブ、ね、キャブもありますけど、いろいろ出てきます、ね、まあ、原因不明なところも出てきますけどもね。そういう時は平川さんどうするんですか。だ今日も朝、あのエアジェット変えてきた。エアジェット変えてきたんですよ。昨日か一昨日か調節して何回か乗ったんですけどね。だちょっと6000まで吹けないんですよ。上がだ原因がちょっと分かんなくて。そう、今ちょっと原因が不明で。じゃあ今エコ運転。うん、まあでもその6000ぐらいまではびっちり回るので、うん、でもそういうもう感覚っていうか経験がもうあるから、ね、だいたいここじゃないかっていうところはすぐ分かるんですよね、うん、いやでも、はい、謎な面もありますよね、うん、そう、でやっぱり今の車と比較するとこうシンプルじゃないですか、はいはい、うん、火が飛んで燃料が来てっていう ね、そういうのがあれですけどね。大体だから俺の箱スカも、うん、あの燃料ポンプが壊れたり、うん、それぐらいでしたね。あとはプラグが被っちゃったり。そうですよね。だからプラグはねスペア持ってた方がね。そうですよね。へえ、もう9年も乗ってんだ。はい。マンチの親父は持ってないのこの 30Z は。30Z は持ってないですね。持ってないんだ。はい。金にしちゃったんだ。いや、車も女性も最新型がいいっていう。そういうこと言っちゃダメですよ。さすが柳田の親父だね。はい。なんてことを言ってました、はい、どうですかお父さん。いや、さすが柳田さんですね、はい、ちょっとあまり使えないですね。今のとこ使うだろう。こっからやっぱりフェアレディ Z って生まれてるからね、はいはい、だから今のマーが乗ってる Z34、はい、ね、あそこに繋がってくんだもん、こっから、はい、ね、すごいよね、かっこいいわ、めっちゃかっこいいよこれ。これ今とんでもない金額になってるよ、もうアメリカとかヨーロッパの、ねね、オークションで持ってっちゃってさ、弾、ね、がないもんね日本に、うん、だからこう東京オートサロンで見つけて欧米の人たちが買ってっちゃうっていうね、日本人が日本車を大事にしないとどうするの。そうですよね。だから2年前に僕セマショー行ってきたんですよ、うん、行ってびっくりしたのはやっぱり日本の旧車がたくさんあって、ね、もちろん Z もいっぱいあったし、うん、そこびっくりしましたね、うん、はい、日本の車向こうでね毎週日本車の旧車の集まりがやっぱりやってますもんね。そう、本当にさ、なんかもう日本に日本車がなくなってくっていう、寂しいですよね、名車がね、はい、で普通の人が買えなくなってきた値段になってしまったじゃないですか。そうですね、欲しいけど買えなくなっちゃう、買えないんですよ。これ今買ったらいくらぐらいするんですか、平川さん。いや多分5、600万ぐらいはするんじゃないですかね。鈴木さん、娘売っちゃったらかわいそうだよね。娘売っちゃうんですか。娘がこう何かの金あ行くと時のために売っちゃったら600万になるって。いや、それはないですね。これは手放せないですね。で親父に内緒で娘売っちゃったら、ね、600万で売れるなんて聞いたらさ。まあ、だけどそうだよね、最低5、600だよね。そうですよね、随分上がりましたよね。そう見てもでこんだけ綺麗だと5、600なんてもんじゃないよ、はい、ボロで5、600だから、はい、なるほど。そう、これは乗ってみたいね。乗ってみたいです ね、はい、乗ってみたいというかちょっと転がしてみたいね、はい、年代物だからさ、はい、すげえ。なんか全てのものがダイレクトに伝わってる。窓はどっちがいいですか。こういう、エアコンないですから、ね、エアコンないよ。この時代の車はエアコンだからないよ。失礼しました。すげえかっこいい。かっこいいだけアクセルちょっと入れちゃう、レスポンス強くパーンとこう来るのが、いや、かっこいいわ。エアコンだからなくてもいいよ、はい、重捨てでもいいよ、はい、許せちゃうんだよな。あ、この時代の車ってな、許せる。そのエアコンとかバーステとかなくても、うん、それを上回る、うん、良さが、魅力が、はい、でもやっぱりこうなるには多少いじんないと、うん、多少というか、そうだね、はい、それなりに分かってる人がいじんないと分かんないですよね、うん、そう、うん、めっちゃいいじゃんよ。
めっちゃいい。今にないな。ないな。今にないな。ないな。マンチの親父はこうやってナンパしまくってたんだよ。これってどうなんですか。今だからこういう風にできるんですか。それとも当時からこういう風にできたんですか。いや当時からやっぱりやってたね、はいはい。うん。もうスカイラインとこの Z は、はい、やっぱもうソレックスとウェーバー入れて。はい、カボ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 って走ってる人が多かった。はい、で音もこういう風に、音こんな感じ、こんな感じ。はい、で昔はさ、はい、その触媒なんてなかったわけよ。はいはい、ストレートなわけよ、はい。それでも捕まんないんだから。そういう時代。はい、いいね。もう土屋さんのいいってやった時ともうすぐもう反応してるから、うん、それが楽しいですね。いい、はい、めっちゃいいわ。クラッチ重いけど、はい、我慢しちゃう。でもこれブレーキとかってどうなんですかね。もっといい、なんかいいのがついちゃってるんですよね。元のまんまだと思うよ。はい、バットだけ変えてんじゃね。はい、重い。耐久性を考えてあえてノーマルピスト。うん。まあもうこういう旧車ってさ、はい、格好を楽しむっていうかね、はいはい、中身とか速さじゃねえんだよな、はい、俺なんかやっぱもうどんどん速くしたからさ、はい、86を、はい、金かかってしょうがなかった。ちょっとエンジン壊れんだから、はいはいはい、もうエンジンも全てやってるんだけど、うん、だからこうやってノーマルエンジンで耐久性を持たせてる方が本当はいいんだよね、はい、なるほど。おお。なんかすごい。こんなダイレクトなんですね。いい音だ。ちょっとでも踏み込むとあれですかね。ちょっとバランつくんで。そうそう、そこはもう、そこはもう、キャブだからしょうがない。はい、もうそれもアクセルの開け方で、うん、どうにでもなるんですよね。そうそうそう。はい、いや、こんなダイレクトなの初めてかな。あと、タイヤが、この座ってるもう真後ろにあって、うん、これがなんか全然そうなん、今までとない感覚ですね。本当に真後ろじゃない。はい、真後ろにリアタイヤがある。いい音だ。めっちゃいい音。こんなすぐ帰ってくるっていうか、まあ、レスポンスいいのも、うん、なかなかないですよね。ない、本当なかなかない。ハンドルの径ってこんな感じなんですか。うん、いやノーマルはもっとでかいよ。あ、でかい、うん、なるほど、はい、だけどやっぱりこの時代の人たちって小さいステアリングで、はいはい、マフラーストレートでっていう、はい、でウェーバーかスレックのキャブ、はい、なんかこうアクセルを無駄に入れたくなっちゃう。そう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 、はい、しょうがないね、こいつ。うわ、重す、うわ、重いんだよ。
配線とかも、まあ、ちょっとむき出しになってて、うん、足に引っかかるところもちょっといいですいやいいわ。さあ 30Z から51年、51年経ってね、はい、マンチの親父がブイブイ言わした30から51年経って、はい、なんとこういう Z34 ですね、現行ですね。現行はマーが乗ってんだよね。そうなんですよ、まあ、あのロードスターなんですけど、うん、34をまた自分でちょっと買いまして、うん、ちょっと乗ってます。レースでも乗ってたよね。レースは33を乗ってました。33か、はい、まあでもそんな変わんないんですけど、うん、まあ33ではいろいろとまあ、苦い思い出もありましたけど、うん、まあ GT の方のレースもいい思い出をたくさん作らさせてもらって、うん、まあでもなんだかんだ言ってもさ、はい、親子で Z 使いってすごいね。そうなんですよ、まあ、たまたまね33が出るときに、ね、まあ、自分もそのレーシングカーに乗れたっていうことで、うん、まあ、そこはあまりねないことだと思いますし、うん、すぐ非常に恵まれてると思います、ね、はい。さあそして今日はこのニスモ Z、はい、でこれ高いよね、600万ぐらいするよね。そうですね、現行のこの、まあ、標準とじゃなくこれはニスモバージョンなんですけど、600万台ということで。何が違うの標準の Z とこのニスモ Z と。はい、見ても分かる通りちょっと赤いこうラインが入って、まあ、このニスモシリーズって、うん、まあ、Z に限らず GTR とか、まあ、下マーチノートのニスモバージョンっていうこう、うん、ラインナップがあるんですけど、うん、まあ、それの中の一つの Z もこういう風に標準と、まあ、まずは見た目エアロですね、うん、がこうニスモの特徴であるこう赤いラインが入ってたりとか、うん、まあ、内装もそうですよね、デザインがニスモらしくちょっと赤をが入ったちょっとインパクトあるデザインになって、これだってパワーも上がってるでしょ。パワーも上がってます、はい、335、そうだよね、はい、なってます。あとは足回りも、うん、サスペンション、うん、あとはホイール、はい、あー、はい、足回りはあんまり評判良くないね。多分土屋さんも経験あるかもしれないんですけど、ちょっと跳ねたところに行ってしまうとちょっとその傾向が跳ねる傾向がちょっとギャップに弱い車だよね。ギャップにちょっと弱かったです ね、はい、やっぱ他のなんとかバージョンっていうのでちょっと乗ってみたんだけども、はい、こう跳ねちゃって、はい、なんかもうフルバンプしてるような足、はい、だからもう今時の足じゃないね、はい。ただですね、その分フラットなところ行くとまだ安定してるので、まあ、柳田さんは平らなところだけ乗ってくださいという、平らなところでね乗るといいよね、はいはい、安定してると思います、はいはい、これ特徴的にはじゃあ外観は、ね、この赤い赤いラインが、ね、アイライン塗ったと。そうですね、はい、入ってまして、でホイール変えて足変えて、はい、パワーを上げて。そうですね、はい。内装は何があったの。内装はちょっと開けてみましょうか。まずはこの赤いのは目立ちますよね、うん、この、うん、目立つね、ニスモっぽいね、はい、ニスモっぽいこういう細かいステッチとかもこの赤になってるのが特徴ですよね、はい。まあ、パワー的にも330馬力から350馬力に上がってますから、はい、ちょっとエンジン見てみますか。はい、ちょっとエンジンも見てみましょう、はい、ね、はい、何も変わってねえじゃんえ、ニスモのタワーバーが、そうですね、タワーバーとあとはヘッドのカバーですね、うん、が、まあ、赤を基調として、うん、ちょっとこれもニスモっぽくなってるのかなっていう。これだからおそらくだよ、はい、おそらくエンジンの内部には手は入れてなくて、ね、コンピューターで20馬力上げてるっていう感じだよね、はい、コンピューターでやってます、はい、そうだよね、はい、手抜きしてるわけじゃないんですけど、はい、まあ、だけどコンピューターで本当に20馬力ぐらい上がるからね、今の車は。そうですよね、さっき乗った車とはまた違って、うん、まあ、手軽にって言ったらあれですけど、うん、そういうところはニスモもちゃんとやってます、ね、はい。まあ、この Z33 からそうだけど、トルクがすごいよね、Z。トルクはそうなんですよ、もう下からあるんで、ね、非常に扱いやすいんで、そこは Z 乗ってても非常に楽しめると思いますし、まあ、この状態ですぐサーキット持ってっても十分走れる、うんと思います。まあ、デメリットとしてはね、はい、メリットとしてはその大トルクだよね、はいはい、もうアメリカン V8 みたいなトルクがあって、はい、なんかすげえなこのパワーっていう感じはあるよね、はいはい、あとはやっぱシルエット的に S30 っぽいのかなって感じはするんだけど、はいはい、ありますね、はい、そういうところを、そういう情報はマーには入ってこない。
とかあとはエンジンがどうなるかとかっていうところは、うんまあ、希望でもありますし、うんはい、そういう風になってほしいっていうのは非常に僕もそう思います、ねはい、やっぱ一番はねこれだけのやっぱこう S30 からずっと来て人気のあるフェアレディ Z やっぱこうピュアスポーツカーになってほしいなっていう思いでは僕の中では ABS がちゃんとサーキットでもどこでもギャップがあるところでも正確に聞いてくれるようなそういうトータルバランスの取れた車で世の中に出てきてほしいなと思いますね、はい、ちょっと今日産自体もちょっと元気がないのでここ一発 Z でちょっとかましてもらいたいなっていうのは、うんね、はい非常に思います。 Z もそうだしやっぱりシルビア作ってほしいね俺は。あいいですね。やっぱ日産といったら、はい、Z スカイラインシルビアシルビアで、ねはい、こう来てほしいんですけれどもね、これは個人的な願いです、はい、さあそれでは柳田マー君と Z34 に乗ってみたいと思います。シーズンだからね静かな車だよ、ね、ラグジュアリーカーだ。さっきも土屋さんが言ってたみたいになんか Z って、うん、そういう悪条件になってしまうと少しなんかじゃあ邪魔っていうか、 なんか使いづらいっていうのはあるんですけど、うん、なんかレースの方もなんか条件が揃うと、うん、なんかいきなり威力を発揮するみたいな、なんか僕の今まで乗ってたイメージなんですけど、うんうん、少しあるんですよ。なんかそういう意味で言うと GTR はもうまんべんなくどこでも乗れちゃうイメージあるんですけど、うん、Z はなんか昔からさラグジュアリーカーっていう感じかな、はい、俺からすると。あそうですね、うんはい、スポーツカーっていうよりかラグジュアリーカーって、はいはい、だけどかっこいいんだよな。あ 30Z のもめっちゃかっこいいもんな、はい、これぐらいのスピード域だったらまだあれですか、場所とかってどんな感じなんですか。こういうところだとまだわかんないね、はい、足の悪いのは、はい、そのカットンった時だよなサーキットとかさ、はいはい、そうですね。あサーキット買っ飛びましたってなんとも、つくばでも怖いもん。はい。縁石乗れないです。ああ、縁石乗れないです。うん。粉砕みたいなものもギャップがあると、はい、ありまくるところも。全然もう ABS も固まっちゃってるからさ、はい、めっちゃ怖いよ。はい。静かだ。うん。快適だよ。はい。今時って感じですか。そう。本当に今時のスポーツカーだね。はい。まあでも日産偉いのはこうやってマニュアルがあって、はい、サイドブレーキがちゃんとついててっていうさ、はいはい、なんかこうくすぐるところがあるじゃん。はい。本当なんかこういうのが楽しいんだけどね。はい。運転してるって感じでクラッチ踏んでギア入れてサイドブレーキ引いてっていうさ。はいはい、オートマなんか何がいるか分かんないな、はい、確かに速いけどさ、うん、センクラッチって、うんうんうん、速さを求めるにはいいけどじゃあ楽しいかっていうと操ってる感ですよね。そうそうそう、はい、こういう車だよな、はい、操れる、あといろいろ自分で好みにこう変えられる、うん、手頃で、そうさっき言ってたシルビアとか。シルビアな、日産作りゃいいんだよな、はい、S16。 そしたら日産元気になると思うけどな、はい、なんか大したもんだよ、 Z も残しておくっていうさ、はいはい、35GTR もいいけど、はい、やっぱりこういうのを残して、ね、そう作り続けてるっていう。32から多分33の間って結構あったじゃないですか、うん、で、33がこう出てきてくれて、うん、はい、そう、まあ ABS はボッシュだからしょうがないけどさ、はい、でもやっぱりそれをこう続かせるっていうことが大事よ。はい、やっぱそこはスポーツカーじゃないとなんかどんどんこう長くできない
と思うな。そうですね、日産らしさってやっぱそこだと思うよね、はい。スポーツカーだ。何不自由なく、ね、はい、快適に移動できるっていうさ、はい、今時のスポーツカーだよ。だけどやっぱり俺らから車好きからするとこういう車が残ってるっていうのは嬉しいよ、はい。うちの父の会社もそれで成り立っております非常にありがたいと思います。なので、Z、はい、3号に、はい、あ、カブに行きたいです。うん。本当だよ。カヤンさんは3号 GTR でいいんだよ。はい。楽しさっていうのをやっぱり Z に求めてくれればさ。より楽しい車を持ちですね。うん、こう、クラッチ踏んでギア入れてサイドブレーキ引いてって、はい、俺がやってるっていう感があるの。はい、俺が操ってる。そうそうそう。車に操られる。うん。はい。かっ飛ばすだけが車じゃないって。はい。やっぱりそういう、なんだろう、満足感。はい。満足感大事だよ、車は。3号 GTR みたいにもうちょい音もね、はい、演出してくれるといいね。あ、そうですよね、うん。はい。スポーツカーに乗ってるぞっていうさ。乗ってる感も、ね、はい。そうそうそう。せっかくやねーっていうか、うん、そう、やっぱスポーツカーはね、音重要。さっきの30のダイレクト感乗っちゃうと、うん、あれやっぱ必要だなと思いますよね。そう思うよ、はい、快適だ何も言うことがなくなっちゃう。めちゃ快適だとても快適な車。フェンダーミラーってやっぱ見やすいね。はい。もう。見やすかったです。うん。癖でこっち見ちゃうんですよ。そうだろうな。そうだろうな。かっこいいわ。あの当時のデザイナーってのはどういうセンスをしてたんだろうな。そうですよね。 あんなかっこいい車作れちゃうんだもん。いきなり出てきた感じですもんね。うん。他の例えば国産でああいうデザインってないよ。なかったんですよ、ね。でもあの時代って、はい、その S30 もそうだし、はい、そのサニーもかっこよかったもん、はいはい、GX5、はい、あとやっぱりセリカとかさ、はい、カリーナ 1600GT とかさ、はい、ギャラン GTO とか、かっこよかった。あの時代のね、デザイナーって、ね、うん、やっぱすげえかっこいい車作ってたよ。いすゞ117クーペとかさ、ベレット 1600GT とかさ、かっこいいんだよ。魅力ある。そう。はい、欲しくなる。うん。うん、いやー、でもほんとすげえと思うなー。あの時代のデザイナーって、はい、そうですね。サイド引くってないですよ。ないよ俺サイド引くっていう動作が好きなんだよ、はい。さっきの土屋さんの運転見ててやっぱりね、その都度やっぱりちゃんと引いて、うん、クラッチ離せるしさ、はい、いちいちこうなんつうの、飛行機のパイロットの、はい、確認じゃないけどさ、はいはい、ね、クラッチ踏んだ、離した、はいはい、ライドブレーキ引いた、はい、OK みたいなさ、自分でやるっていう、そう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 ですよね。そう、うん、それが今ないですね。ないよ、本当全部楽ちんで、はい、もう操ってる感は絶対ないですよ。ないよ、本当にさ、Dレンジでどこでも行けちゃうんだからさ何不自由ない、ね、何不自由なく、うん、どのギアで走っても、そう、はい、トルクアルクがあるから、はい、
これはこれでまたいいんだけどさ、はい、やっぱりあの時代の車って味があるね、はい、本当味がある、音聞こえるしガンガン聞こえますね、音聞こえるしガンガン聞こえます。あと僕なんで最近 Z 買ったかっていうと、うん、昔土屋さんにお前 Z のレースで乗ってんだったら Z 乗れよって言われたの、うんうん、ずっと頭の中にあって、俺は現役の時そうだな、ずっとその車に乗ってたな、普段もって言ってましたよね、うん、ずっと。だ今 Z レースしてないですけど、うんうん、なんかすごい Z スポーツカー欲しくなって、うん、買っちゃいました。うん、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。さあ、いかがだったでしょうか。 S30Z から生まれて今 Z34 で、今噂では Z35 が出るんではないかと。そうなんですよね、早く出てほしいですね、はい、ね、はい、やっぱこうそういうところで日産って元気になってほしいよね。そうなんですよ、今ねちょっとやっぱり元気があんまりちょっとないのかなっていう感じがあるんで、うん、ただまたこれからその、まあ、3、4出て3、5っていう風につながるには、まあ、本当に早くねこのちょっと元気がないところを3、5で元気にしてもらって、はい、どんどん日産のまた活躍するところを見たいなっていうのはありますね。まあ、我々車好きからするとね、51年前にこのフェアレディ Z が生まれて S30Z が生まれて、はい、ずっとこうつながってきてるわけじゃない、はい、ね、だからそこはやっぱり褒めてあげたいよね。いくら元気がなくても日産ってさ、 35GTR もそうなんだけど、こういう Z も作り続けてる、でマニュアルでサイドブレーキもついてる、俺が操ってるっていう車を作ってくれてるわけじゃない、はい、これやっぱりこれを継承してやっぱり35出てほしいなと思いますね。そうですね、やっぱりこうやって30からそうやって Z のなんだろう DNA がこう受け継がれてきてるので、それをやっぱり35にも継承してもらって、うん、いい車、楽しい車、操れる車を期待していますね、うん、はい、日産は元気があるぞカープライムをご覧の皆さん、DK 土屋圭一です。毎月こういうようなことをやってますけれどもね、皆さんが登録をしてくれて高評価をしてくれると、さらにいいものを作っていきたいと思います。旧車出すと結構バーンと伸びるんで、あのアルピーヌの時もそうだったんだけど、やっぱり皆さんはこういうのが好きなんだなと。チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価よろしくお願いします。